はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、としあきです。では今回もポケットモンスターソードの実況をやっていきたいと思います。前回はターフンタウンのイベントをこなし、ジムスタジアムへ行き、無事、草ジムのジムリーダーであるヤロンさんに無事勝ちましたと。で、バッジを手に入って、なんかリングみたいなところにね、はめ込みましたね。右上に見えております。はい。では今回は5番道路の攻略になります。見ての通り、掃除が終わったようなので、はい。先に行きたいと思います。5番道路。早速か。お、なんだ？記者でしょうか？新聞記者でしょうか？ダブルバトル！チャレンジャーに突撃インタビュー。はいはいはい。いいポケモンとトレーナーはカメラ越しに光って見えるさ。お前らバトルに集中できねえぞ。はいはい。飛び切ってると、ギアルか。なるほど。こちらはラビフットと、青カラス。どうしましょう。スイバムも相性は良くないので、しっぺ返しで、とりあえずエレキテル。ラビフット、はい。は、ニトロチャージをギアルに行きましょう。はい。OK。素早さがあり、ギアル突破。しっぺ返しで、エレキテルにダメージを与えます。電気ショックを青ガラスに当てて、まあまあ悪くねえダメージ。ラビフットの二等チャージでエレキテルを、まあ、撃破。OK。一言では語れないなんて可能性の塊。負けたということは、取材は失敗なのか。おお、ペロンパフかな？ペロンパフだー、かわいい。ついてくる。逃げると思ったんだけど。あれなんか出てる。あ、こいつは、カモネギのガラルか？カモネギのガラルじゃね？なんか、ネギでかいけど。え？まあ、捕まえましょう、とりあえず。にしても目つき悪い。あれお前草タイプなの？目つき悪いな、貴様。連続リレー。いや、違うわ。ガラルカモネギって格闘タイプなんだ。そう。ネギがないとって格闘タイプだから、多分、進化前であるこいつも、格闘タイプなんじゃねえかな。ということで、ガラルカモネギゲットだせ。ゲットだせ。綺麗な抜け殻？え？なんでこれ？丈夫で硬い抜け殻。持たせたポケモンは光のポケモンと必ず入れ替わる。どういうこと？条件何？あ、なんだここ。あ、預かり屋さんか。ここにあるんだ。はいはいはい。いえ、こっから預けれるの？超楽じゃん。あ、なんだこいつ。ズンズン。エレズン。あれ？はいありがとうございます。エレズン。電気何？ちょっと押しちゃった。あ。電気ダメ。XS、あざす。電気毒タイプ？面白い組み合わせだな。ビビリですね。はい。あ、預けた弾。ポケモンの弾を預けたわけやね。まあ、一応聞いときますか。預かりはみんなのポケモンを扱ってお世話してるの。ポケモンが強くなったりはしないけれど、ポケモンの卵が見つかるよ。ということで、はい。これ負荷システムですね。まあ、基本的にはクリア後に使うシステムだと思う。あ、見つけちゃって、俺の相棒、ユニークな育ち方してるから見てくれよ。そうか。ポケモンだって生きてるもんだもん。思い通りになんて育たないよ。まあ、頑張ればできると思う。右側どうなんだろう。足、ああ、エルランいる。コマンドール長いな、見た感じ。下だな。一般に揃ったポケモンたちをいろいろ見せようと思うんです。どの技を繰り出そうか、あれこれ迷っちゃったんです。お、キャンプ。釣りもできます。一応、不安定にチラ見。縫い黒幕にアイテム。31、メロメロ。おっと大きいの実を拾っていたらトレーナーと出会ってしまったぞ。そうか。さあ、コック。お何が、ガジェえ、何誰え、ガジェッチュでいいの？まあ、こいつのタイプは分かってるんだけど、初めて見ましたね。ゲームの中では。はい。驚かす。おー、なんだ？後ろに尻尾でも生えてんのかな？倒れた時に見えっかな？ツイバムでフィニッシュ。さあ、尻尾見せてくれ。後ろ姿見せてくれ。あ、ちょっとだけなんか尻尾みたいなのがあるんだね。ポケモンの体力が減ったら、木の実をあげればよかった。ヒールボール。あれ？あ、来た。ああ、そうなんですだ。そうなんですも出るんだ。へい。長いブリッジを渡るから、よう、さっさと自転車をよこせよ。奪った自転車でジムチャレンジャーを追いかける。つまり妨害してやるのさ。なんて無茶苦茶な。そもそもあなたたち、ロトムを連れてないでしょ。ロトム？そこのジムチャレンジャーさん、彼らは自転車泥棒です。私を助けると思って彼らをやっつけてください。おう、任せろ。自転車泥棒じゃないぞ。借りてジムチャレンジャーを追いかける&疲れさせる。だがお前はポケモン勝負でボコボコにして邪魔してやる。おう、来いよ。下っ端ごとき、敵ではないわ。マリーちゃん出せ。フォックスライを使ってくるか。少しはできるようじゃねえかよ。だが、電光石火が。まあまあいいだろう。だが、俺と青ガラスの絆はすでに貴様ら以上だ。さあ、とどめをついばむ。トレーナーの邪魔をするのは俺たちエルダンなんだぞ。邪魔することを邪魔された。くそー、俺は自転車が欲しいんだ。邪魔するな。俺だって欲しいんだ。貴様らを蹴散らせて俺が奪う。闇ラミ、なるほど。スイマム、金縛り。厄介な技覚えてんな。とどめのしっぺ返しだ。自転車が気になってなければお前に負けるかよ。おう、言い訳をつ。お前のように強すぎるジムチャレンジャーがいたらあの人が勝ち上がれない。もっともっと困らせるぞ。おい、お前ら全然反省してねえな。あなた素晴らしいです。それにポケモン図鑑をお持ちならロトムもいるわけですね。よろしい、エールダンなんかに奪われるならあなたに自転車をプレゼントいたします。きた、いいですね。いいですか？ロトムはモーターをとても愛していますよね。それはもうモーターがついている機械の中に入るほどにね。ということから考えたのです。自転車にモーターをつければロトムは入ってくれるのですね。はあ、なるほど。物は試し、あなたもロトムと一緒に自転車を満喫してください。さあ、あなたもロトムと一緒に自転車を乗ってください。ロトム自転車。おー、ロトムか。はあ、ターボができるようになった。マニュアル読みます。プラスボタン、マイナスボタン、シャー X、サイクリング。押すで、おお、服まで変わる。はいはいはい。ターボはおお、B ボタンにターボ。はえー。ちょっと待って。ターボ止まることはできるの？あれ？あ、アイテムだ。あ、今ロトム。天候の羽？はいはいはい。今ロトムが鳴いた。一定時間チャージが必要的な？エルタって何なの？誰かの応援のために他の人を邪魔するなんて、サポーターとしてレベル低いよ。まあ確かに。マリーちゃん困っちゃうと思うな、これ。どうだろう。あ、さん。これワイルドエリアか。広いな。そして奥側に見えるのは、ナックルシティのスタジアム。なるほど。君はそこで戦うんだな。え、よくわかるな。背後から話しかけてるのよくわかってるな。精神の羽。ロトム、大丈夫？苦しい？ライバルか。来たな。それ以上近づいたら俺と勝負だぞ。マジか。ちょっと手持ち確認。お互いエクサバッジを持つジムチャレンジャーなんだ。ビシバシトレーニングすっぞ。おうよ。ジムバッジを手に入れた強さ、俺たちのチームにぶつけてみろ。ああ、結構上がったな、レベル。PP とかも考えて、青ガラスで全抜きしたいので、爪溶きをした後、ツイバム連打で、OK じゃねえかな。二度蹴りか。そういうの覚えるんだ。だが残念ながら相性があんまり良くないぜ。まあ、この子は悪タイプにも見えなくもないけどね。もう一回爪溶きだ。鳴き声めんどくさい。仕方ないな。スイバムでいく。オッケー。よし、ウールをとりあえず突破。おお、お前持ってんの？あ、そうかそうか。ここから持ってたんだから、それは持ってるわ。進化させてたんだな。緊張感か、お前の。俺のなんだっけ？鋭い目だっけ、確か。うん。スイバム。やはりちょっと足りないか。くー。爪とぎせっかく2回使ったのに。つつく。まあ、しっぺ返し。なに？薬を使ってくる。やりやがる。全回復。しっぺ返し。オッケーオッケー。もう一回しっぺ返し。うっす。青ガラス突破。バチキー。サルモリーの進化後か。最後の一匹になっても慌てちゃいけないんだぞ、俺。そうっすね。おー。なんだ、なんか、モンハンに出てくる、なんか、鬼面族だっけ？なんか名前違う気がする。俺たちの本気エネルギーか。グリーンのプラスは葉っぱカッター早っ。葉っぱカッター外すけど、なんか、チャチャプーに似てるよな、なんとなく。さすがだぞ、タイプの相性バッチリ理解してる。負けたぞ、お前も。だから、同じ草バッチを持っているのに、お前の方が強いのかよ。強くなったな。俺ももっともっと鍛えるぞ。元気のかけら、ありがとう。よし、ミスサイズのジムリーダー、リュニアさん待ってろ。おや、俺も来て、早く。ここ、自転車ない方が、なんとなく、コントロールがいい気がする。アイテムの見落とし、あ、ゆっくり行けるんだ。ゆっくり行けば、いいんだな。はい。おお、新刊号。かわいいな。何これ。大丈夫？方向感覚ぶつからない誰かと。捕獲かな？球根。おお、すごい。寝てるポケモン呼ぶと起きるんだ。すごいな、これ。超便利じゃん。眠気覚ましの存在意義が半分なくなったね。ポケモンのいいところを伸ばす。悪いところはあまり見ない。ダメだよ。ダメ、やっぱ、でも合ってるか。合ってるか。まんざら間違いではないか。負けた事実は受け止めますが、あんまり引きずらないようにします。スペシャルアップ3つ。ここだけの話、私ポケモンにお仕事を手伝ってもらってるの。大半の人はやってると思うけど、おいスマホしながらやんなよお前ポケモンバトルもさグレック私よりお仕事ができるポケモンより強いトレーナーね。オーラをまとっているポケモンが少し強かったり倒した後に、ワットを落とすことがあります。そういうことですね。これをオーラポケモンと言いますよ。たくさんポケモンを捕まえるほどオーラを当てたポケモンは出現しやすくなります。まあ、若干個体が強いらしいですね、オーラポケモンの方は。着いたぜ。はあ、港町だぜ。なんだあいつ。なんか謎のポケモンみたいな、いるけど。あ、自転車解除された。レストランが多い。へえ。まずポケモンセンターだな。ダイマックスできるのか。分かってないんだ。俺も気になるんだよね。おお、ミッションクリアですね。おめでとうございます。やったぜ。フレンドリーショップ。まあ、スーパーボールとかや、まあ、回復系が増えましたと。今回ここまでになります。これのご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。よろしかったら高評価、低評価、チャンネル登録もお願いします。では次回またお会いしましょう。さよなら。今回は5番道路攻略。自転車もゲットしたことだし、ワイルドエリアの探索が楽になります。新しい複合タイプポケモンも増えてきましたし、戦術の幅が広くなったんじゃないでしょうか。次回はジム戦、さらに縛りルール強化付き。最後までのご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、意見などもお願いします。